ございます。サバシスターのコピーバンドのアミシスターズです。2日目のトリを任せていただいてありがとうございます。そうですよ、今日が何日か分かりますか皆さん。3月8日ですよね。3月8日つまり、今日はサバシスターのメジャーデビューの日なんですよ。サバの日、今日サバの日。すごい。サバシスターはまだ結成されて2年ぐらいしか経ってないのにメジャーデビューしていて、すごく今最も勢いのあるバンドで。いやすごいいいで、しかも年下、私より年下で全員メンバーが、そうすごく若くて、でもすごい尊敬してるバンドですね。とこのアミシスターズは去年の秋の帰り討ちで初めて出たバンドで、5月ぐらいに組んで、去年の5月ぐらいに組んで、私がちょっと就活中でサークルから離れてる時に組んだバンドなんですけど、だから余計すごい、ギターを始めて、その就活中に決まった。ギターを始めてサバシスターがいいなと思ってやりたいって誘ったら、みんな心よく引き受けてくれて組むことができました。特にまいちゃんとかは同じパートだから初めて一緒に組めてすごい嬉しかったなという気持ちでした。まあそうだよね、ありがとうございました。じゃあ一人ちょっとだけコメント、ちょっとずつだけコメントを言いますね。まいちゃんは同じベースのパートっていうのもあって、一緒にバンド組んだりとかはしたことないし、私も全然ベースの知識とか、私も大学の後期くらいから始めてるから知識とかも何もなくて、全然教えてあげれることがなくて本当に申し訳なかったなっていう気持ちはあって、でもまいちゃんはライブで見るたびにすごく上手になってて、私のベースも全然上手じゃないのにいつも前で見てくれててすごい嬉しかったよ。毎回ありがとうございました。これからもポップンのベースを引っ張っていってください。本当に少ないので、はい。ナナコリンは私が初めて後輩だけ、私以外全員後輩っていうバンド組んだのがこのナナコとミヒロと3人で組んだ羊文学だったんですけど、すんごい緊張したなっていうのを覚えてて、でもなんかナナコリンは前組んだバンドは多分そんなに多くないかもしれないけど、すごい一つ一つがめっちゃ記憶に残ってて、一緒にやった羊文学もすごい覚えてるし、この間やったクリップとかもすごい覚えてる、テトラもすんごい楽しかったし、なんかなんでかなって思ったら、やっぱりナナコリンはすっごい練習もしてきてくれるし、なんか私がテトラやりたいって言ったらすっごいテトラのこともバンドもすごい聞き込んでくれて、なんかすごいスタジオ入った後も、あ、もう一緒にやってよかったなって心の底から思えるような子ですね。だからすごい一緒に組んでてめっちゃ楽しかったなっていう気持ち、まあまた一緒に組みましょう。卒業してもよかったら組んでください。ありがとう。みひろちゃんは、そうだね、ない、うん、いやいや、もうすごいね、
多分もう話してないことないんじゃないかっていうぐらい多分何でも話してる気はするな、お互いに。そんな気はする。後輩なんだけどすごい話しやすいし相談もしやすくて、でも別に相談したからって全肯定してくれるわけじゃなくて、めちゃくちゃちゃんと間違ってることは間違ってるって言ってくれるし、すごいなんか人としてできてるなっていうので、なんか一緒に話したりしてたらすごい楽しかった。バンド組んでも結構サバシスタは久しぶりに一緒に組んだけど、うん、やっぱりみひろと組んだら楽しいなってすごい思ったから、今日でそう全部みひろとのバンドは終わっちゃったけど、まあまた卒業してからも一緒にバンド組んでください。お願いします。なんか今日さきちゃんが最後だから、私がポップに入ったのがさきちゃんがライブに誘ってくれたから入ったっていうのもあって、すごい一緒に見に行って、すごい先輩のバンドが良くてなんか衝撃的で、自分も一緒に音楽やりたいって思わせてくれるような先輩たちがすごくそのもみじライブの時にはいて、私も入ったんだけど、なんか自分が今そうなれてるのかなっていうのがすごい不安で、なんかなんて言うんだろうな、後輩にとってすごいちゃんとした先輩で入れてるのかなっていうのがちょっとなんか心残りというか心配でも、後輩はすごくちゃんとみんな上手になって育ってて、ライブ見るたびに毎回泣きそうになってるけど、私は、まあ、私たちもできる限りのことは卒来で全部残していこうと思うので、残り2日間よろしくお願いします。残り2曲やって帰ります。ありがとうございました。アミシスターズでした。
ありがとうございます。じゃあ、あと2曲やって帰ります。すごく短い曲なんですけど、1曲はすごく大好きな曲なので。じゃあ私からシスターから感謝を込めて歌います。おめでとうございます。